こんにちは、長谷川浩二です。私のよくやる釣りで、ジョインテッドクロー、スクリューベイト、そして、ネコリグの、中層シェイクっていう釣りがあるんですけども、3年ぐらい前から、ルアーショップ大野さんのオリジナルロードとして、ネコリグ用の竿を、開発してました。で、今年、ルアーショップ大野さんの方から、発売された竿が、アリベール、ダンス63っていう竿なんですけども、アリベールダンスの、特徴なんですけども、中層シェイクをって言っている釣り方の、シェイクっていうのは、基本的にはこのような感じで持った、縦さばきで、竿のティップを揺らすのではなくて、竿自体をこう揺するようなアクション、これによって、ラインスラッグを抜いて張って抜いて張ってっていう中で、手元に伝わってくる、小さな変化を、瞬時に合わせて釣るっていう、釣り方が、中層シェイクっていう言っている釣り方で、非常にその繊細なというか小さなバイトっていうか変化っていうものを捉えないと合わせることができないので、それがこうしっかり、手元まで伝わってくるのに、非常にこだわって作った竿で、当初最初ブランクスが上がってから、この形に持っていくまで、ガイドとか、グリップの調整を非常に何回か修正して出来上がりました。ちょっとしたガイドのバランス大きさが違ったりとか、グリップの長さが違ったりすると、その小さなバイトっていうのが取れないことはないんですけども、取れにくくなってしまうので、できる限り誰が使ってもその小さい変化を取れるように非常にこだわって作った形状になっているので、全体的なバランスとしては中層シェイクをする竿としては非常にいい竿になっていると思います。それプラスこの竿に取り入れたものは非常に強いロッドパワーということで、本当に55センチ以上のバスでもスピニングできっちり取っていけるようにということで、本当にこう硬いだけではなく、硬い竿にすれば、太いラインを組み合わせて使うことができるんですけども、そうではなくて、6ポンド7ポンドでよりそのラインの強度を、有効に出せるような、ブランクスの、全体の、シナリーっていうのが出来上がっていると思うので、本当にライトリグを利用してでかいバスを釣っていくっていう、今までライトリグをそのままちょっとベイトにつけて切られてしまうので、ベイトにつけてやってみようかなっていうと、ちょっとバイトが出なかったりするような感じの微妙なバランスの時に非常にこう役に立つような竿だと思います。